骨をこれ落として上げる。これは一気に上げる。それより強いのが真ん中だけが上がってきたりと一番いいのはつながってここに行ってここに。うわここで返す。肩甲骨で返しますね。ここで返す。で普通はこの辺どうなるんですか。ここからこれでこちらで締める。ロックタンで締める。ここ見てる。まあこれを完全にこの。こうやった瞬間もうこうほら潰す気を持ってたら分かるから軽く潰す気持ってなくて軽く感じして潰されたら何も抵抗できなくてだからこれより強いのが仮の方ですからね。もっと回したら力入らないけどこれがくる波とか使われる骨だけをね。途中からされると、こうするとパワーが残る。だからこれで1分とかずっと使ってるわけです。それからこういう風になって、どうにかフリーですから。それこうするとここからこういう。大骨を置いて最後までご覧いただきありがとうございます。今日の動画を見て何か少しでも役に立ったとか面白かったとかありましたら、ぜひいいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですので、越の王子 LINE アットメルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。